どうもこんにちは。第26弾ストリートファイター5をプレイしていきたいと思います。今回も、ランクマッチいきたいと思います。で、電波が5のみで、検索開始。さっきね、この動画上げる前一戦戦ったんですけど、かりん戦だったんですけど、タコ殴りにされました。まあ、近接のあのフラフラ歩きですね、左右前後前後、まあ、そこの攻撃を差し返せるぐらいの飛距離でちょっと差し込まれて、あのフルボッコにあったんですけど、なかなかね、僕も本能でやっぱり手を出してしまうんすよね。まあ結構テンション全然上がってるんで、ちょっといい立ち回りでちょっとプレイしていきたいっす。対戦相手アビゲイル。このキャラめちゃ苦手なんですよね。っていうのはやっぱりリーチも長いし、めちゃめちゃでかいっていう。頑張ってきます。きついあー、このまま打撃かな。あースーパーマンか、きついな。 EX さっきの使うのもったいなかったしな。あ、また2ヒット。これなんかトレーニングモードのコンボですね。まあ。やらかした、これはまずいな。うわ、ちょっと動きが単調すぎるから読まれやすいんかな。その多分近接に持ち込んでから、そこからですね多分。でも近接に持ち込まれたら確実にフリーだっていうことが分かりました。まあもう一戦ですね。やってくれるかな。あ、無理か。まあこんな感じでいいかな。あ、やってくれんの？ありがとうございます。
CA が溜まりましたね。ちょっと押し込んでいきたいな、なんとか。あ、やらかした。ピオリ見てなかった。あ、あれ、対戦者との通信が切れました。いや、切れちゃったかな。まあ、僕の家もちょっと通信が悪いんで、まあそんな感じなのかな。まあよくわかんないですけど、まあまあまあこんな感じでいいかな。まあちょっとアビゲイル戦は多分遠距離よりも中間距離から近接に持ち込まれたらちょっと不利なんですけど、でもやっぱりある程度打撃を入れ込まないといけないので、うーん、中距離っていうのは多分反応しにくいと思うんで、遠距離と近接のみのこの2つでやった方がいいですね。でもまあ近接でやるならまず先手、まあ弱パンチとかもうすぐに触れれるような攻撃か、まあちょっと飛びかね、横に長いリーチの攻撃をちょっと繰り出してから触りに行く、あ、触りに行って様子を見る感じですね。でまあまあこんな感じでちょっといろいろキャラクター対戦ができるんで、と面白くなってきましたね。まあ今回はこんな感じで、終わりたいと思います。じゃあまたね、次の次回楽しんでみてください。ではまた。